に足を運んでいただいて、そしてコロナの、コロナの中久々にねお会いした、はいはい、あれだよ、兄弟かと思ったら、お父さんと息子さんだった。すいません、子供2人お願いします。そこで、受付で、やっちゃいました。すいませんでした。お父さん、すごい若くてかっこいい。羨ましいわ、なぁ。遅いよ、リアクションが。でもいろんなことありますけど、ねまあ、それもみんなでちょっとずつこうやって、ね、お店があんまり営業できなかったのをこうやって営業ができるようになったりとか、イベントも仙台でねちょこちょこ、ね、やっていただいたりとか、先日はワイワイ音楽会っていうイベントのこれから後にスモールバターさんが主催してくださってるんですけど、あそこの常禅寺通りでね、やるんですけど、今度は何でしたっけ、廃校カフェというところでなんかまたやるみたいなんで、情報ですね、この後きっとこういうやつに書いてこういうやつに書いて、スモールバターさんのギターの裏にこういうのが10月18日どこどこですっていうのを書いて、情報が載ってると思いますんで、ぜひ見ていただいて、書いてないですか、書いてないの、あれら、じゃあ至急今から1曲歌う間に書くらしいんで、貼るらしいです、こうポイントは逆さに貼ることですから、もうみんなにこう回した時に見えるようにね、よろしければそちら のファミリーでいらっしゃった方もこちらまでお電話いただければ、はい、ナトリ、僕のかみさんの地元でございますから、行きますんでね、よろしく、ね、ナトリ主人、ね、ジコちゃんね、ありがとうございます、いつもいつも本当に会いたかったよ、もう、本当でございます、そんなんでこの後はスモールバターさんがギターの裏に何を書くのかお楽しみにね、そんな曲を弾き、マジョリーさんに歌いたいと思います。ルシーニの皆さん、佐藤健さんでしたっけ？佐藤健さんだっけ？佐藤健さんも書いてんの？自分のライブ告知。ありがとうございます。これからここに出るときは裏に何か貼るっていうシステムにしたいと思います。よろしくお願いします。